でもパターンがすごい簡単なのは、こういう練習器具を使うと誰でもかなりのハイレベルのこうクラブの動かし方をですね、実はできるわけですよ。今こういうあまたこう練習器具がある中で、まあ、皆さんの問題点にピンポイントで効くようなものを処方するっていうことが実はできるわけです。で、ストロークにまず問題点があったの。誰だろうな、ストローク。私こそストローク問題あると言われた人。お父さん。で、まずじゃあ、お父さん。はい。そっち。正面から見ると、この今、赤い線書いてあるのは、ここに、クラブのこのヒール部分ですね、が常にくっついてれば適切なアッパーブロー軌道になるよねっていうふうにガイドしてくれてる。だからこれより低く上がったらバックスイングは低すぎですよね、高かったら高すぎですよね、だいたい上手い人ってこのぐらいの高さで振ってるんだっていうことを感じさせてくれる。僕はこういう練習器具っていうのは、まあ、若い頃ってもうものすごいやってるんですね。なのでもう体の中にこのストロークは入ってます。で、今ちょっとやってみせますね。この音も入れて、あ、ごめんなさいね、うん、もう全然違う気がする。で、今ちょっと正面から見て、ほら、もう分かるかな、バックスイングすっごい高いとこ上がってる。もう全然違う。ほら、それは入んないよ。1、2、高いです、バックスイング。2、1、もっと低く。1、もっと低く。まだ赤の上行っておきます。1、2、1、2、1、2、1、2。って、これ1ヶ月間やったらもうめっちゃ治るから。1、まあ、例えばこれをこうテンポを今こう音をたまにここで止まって確認する、ここで止まって確認する、どのエリアでも止まって確認するみたいな。で、さらに余裕が生まれてきたら、こうやって体今体が動いちゃってるから骨盤より下は動かないようにして、さらに頭も動かないようにしてできるだけね、結局こうどうしても重たいものを上げようとしてると少しだけバックスイングの時には頭が左側に傾いたりする動きはあるんだけど、出てしまう可能性あるんだけど、できるだけ少ない方がいいですね。で、例えばこういうのにもさらに、まあ、スティックとかあるかな、体の動かし方とかこういうのも全部くっつけてやっちゃう。あまりこう手元で操作したりしない。で、当然こう構え方、振り方、いろんなことが当然大事になるんだけれども、今はあえてそのクラブの動かし方から、みんなに説明してる。構え方はもちろん大事ですよね。で、後藤さんの構え方とかいいとか言わないもんね。こうやって振って。で、これを目でいくらやってもどうしてもストロークってうまくいかないじゃない。だから当然構え方とかそういうものを、まあ関係ないって言ってるわけではなくて、構え方も体の使い方も大事です。ちなみにね、はい。で、次はですね、今度フェース向き向けられなかった、ね、方いらっしゃいますよね。たくさんいるかなたくさんいるかな。ちょっとフェース向きも練習器具があります。さっきのミラーを使った反射を使った練習なんていうのは、ね、なかなか2人いないとできないんですよ。で、そもそも今からやるやつも1人でやるのはちょっと難しいんですけれども、でもそれでも、これがあれば少しやりやすいっていうのをちょっと紹介したいと思います。はい。で、これかな。これもさっきフェースのローテーションですね、ローテーションを、
ガイドしてくれるシートを作ってたビゼオっていうその練習器具メーカー、練習器具を出しているメーカーがあるんですけれども、そこ、これね、フィルケニオンっていう、こうショートゲームというか、パターンの特化したコーチが作られている練習器具です。でこれも僕はよく使っているんですけれども、このボードとこのレーザーがワンセットになっていて、これ真ん中カップです。5フィートの距離、 1.5 メーターですね。5フィートの距離で、まあ、カップセンターから、まあ、どこに向けるかっていうトレーニングをやる、10フィートでどこに向けるってやる、15フィートでどこ向けるってやるみたいな、ね、いう感じのテストです。で今ここじゃあ10フィートの距離が取れるので、ここに置いてですね、実際やってみたいと思います。じゃあフェース向き全然できなかった人、できない、ことちゃんできなかった、できた。まあちょっとさらっとやってみましょうね。ね、10フィートだからここですね。はいはい、ここでいいかな。じゃあカップ真ん中、やった。はい、おすごい。じゃあ右の3番、はい、4番よりいってね。はい、左の3番、はい、正確。はい、交代。もう聴診器みたいな感じ、あのもうパンパってやって、はい、じゃあ真ん中。さっきの反射のやつは倍ね、倍になっちゃうんで、反射を利用してるんで、こちらの方がフェース向きに対してはダイレクトですね。はい、真ん中ね。はい、4番向いてます。はい、左4番、左4番、スライス、スライス、スライスラインってことね。左4番、はい、いますね、ボードからはみ出ちゃうでしょ。はい、はい、右の4番、右、はいね、ボードからはみ出ちゃうね。はい、交代。ライン読みすぎじゃん。読みすぎっていうかね、今のケースの人結構いっぱいいて、あの今のケースの人はだから下手ですとは思わないけど、ラインを下手をすると薄く読んで厚く向けるっていうパターンが全然ありえるんですね。アマチュアゴルファーのほとんどはアベレージは1メートルのラインを30センチって言います。プロゴルファーでも大体 70% ぐらいしか読まないから、1メートル切れるラインを70センチってプロゴルファーでも言います。なので今4番って言って4番の右に向けるのはある意味普通だし、ね、右の4番って言って左の4番って言って左の方に向けるのはある意味普通なの。でもアマチュアゴルファーの典型的な例は薄く読んで厚く向ける、だから上手い可能性があるってこと。あのプロラインとかそういうやつ。あ、まあまあ、じゃあすっごいポジティブに言ってるけどそうではない。薄く読んで厚く向けるって言ってるだけなので。はい、じゃあ真ん中、はい、いいですか。はい、はい、2番、じゃあ左4番、はい、はい、はい、3番、はい、右の4番、はい、薄い、まあでも精度そのものは高いけど、ああいう方がなんか均一性がないよね。だから上なら上方向に、これ2つのうまいパターンが想定できるじゃない。例えばすごくうまい時に毎回その思ったところよりも同じだけ左に向けてたら、それは一つの正解の可能性がありますね。構えてるところもインパクトがずれてる可能性で、またはさっきの田中さんのように4番って言ってプロサイドの方に向ける癖がある人は厚く読むとかっていう均一性があるんですけど、今の新井さんの方が近いんだけど均一性はないか、どちらかに偏ってるだけじゃないから、近いんだけど入るとは限らないっていうふうに思います。はい、じゃあ次、はい、真ん中、はい、いいと思います。左4番、はい、おお、右4番、はい、素晴らしい、すごい、すごい、向ける能力高い。はい、じゃあ次どんどん行こう。その次はできないな、できないな。真ん中、
いい？左音番ここでいいです。違う右音番行こう。じゃあ今ずるいから右音番次です。右音番右音番いい？はい。枠内に行くえ？プロライン、プロライン。でちょっとさっき真ん中で左読んだから真ん中のつもりそういうズルするのいいよ、左読んば。はい。やばい。で、やっぱり仕掛けが2つあるね。打ち方もそうだし、向けるのも苦手だから、両方で苦手があるんだよね。だからどうしてももうなんかこう入るイメージが湧かないからもうあれだけショットで思いっきり振れるのにパターはなんかこうやっぱり入るイメージが湧かないってことでね、結果まっすぐ打てないからね。はい、じゃあ宇都宮さん行きましょう。目が悪いからな、もう目のせいでしょ。はい、真ん中いいですか。はい、はい、ちょい左、はい、じゃあ4番左。はい、はい、ギリギリだ。はい、右4番。はい、右4番。はい。はい。はい。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。